はいどうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もパンティーラッシュやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、こちらマーシャル D ティーチの復刻ですね。はい、ということです。今回おめでとうございます。ということで、はい、黒ひげの誕生日記念ということで、はい、まあ復刻したんですけども、まあ今回ね、あのなんか SP チケットをね、まあ配ってるみたいで、まあこういう風にね、ちょっとね、タダで弾ける部分が、はい、あってですね、はい、まあ今回あの黒ひげの、まあ、あのゲットされる方はちょっとまあ、結構いいんじゃないかなという風に思います。はい、真ん中にはこれでね、当たってしまう方も多分はいるとは思うんですけども、はい、ぜひとも皆さん黒ひげゲットしてみてください。はい、ということで、まああのちょっとね、一個だけね、なんか自分も今無料でもらいましたので、はい、こちらのチケットガチャだけとりあえず引いていきたいかなというふうに思います。はい、ということで行きましょう。まあなんか星4のレジェンダリーチケットがね、レジェンダリーが当たるみたいなんで、まあちょっとね、頑張って気合い入れてちょっと頑張っていきたいと思います。さあそれでは行きましょう。レッツポンポン。はい、ということで行きましょう。さあということで、これ1体だけってことは、まあ10連じゃなくて、まあ1体だけそのまま当たんのかな。はい、まあこれでね、ね、まあティーチ持ってない方ね、これで1枚で引けてしまう人も多分いるでしょう。はい、まあその方はね、ぜひともコメントの方をください。はい、ということで、誰が当たったっていう、最高かよー、マジマジ、めちゃめちゃ最高なんですけど、ありがとうございます。ということで、5ソップ当たりましたね。はい、ということで、今回俺は5ソップもらえたと。はい、でまあ今回ね、これミッションの方でもね、ちょっと声ねガサガサで申し訳ないですけどこれね、もらえるみたいなんで、ミッションの方でもね、でダイヤもたくさんもらえるようになってるので、まあぜひともね、皆さんこれ獲得してみてください。もう一回弾けんのか。はい、ということで、まあこちらの方ね、まあ後々弾いていきたいと思います。はい、ということで、まあ今回ね、一応マーシャル D ティーチを使って、まあリーグの方をね、楽しんでいきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それでは1戦目、やっていきましょう。ということで、はい、まあ久々のティーチ。はい、まあということで、まあ前シーズンね、ランカー目指してたんで、もうずっとロジャーオデとね、まあたまにヒゲとオニロを使ってたんですけども、はい。まあまあ強いですよということで、まあね、次のね、まあ環境がまあ赤来るんじゃないかなっていうところで、はい、ティーチ、間違いなくサポートでかなり場が優秀なので、はい、まあね、そのためにも、ゲットしておくのもありかなというふうに思います。はい、ちょっとカムサリが怖いですね。はい、オッケーと、はい、オッケーで、それで無敵からのジーザスということで、はい、オッケーです。ということで、はい、出だし最高です。ということで、まああの後おでんですね。はい、まあペルー頑張ってるんですけど、まあさすがに負けてしまうと、はい、やりきれない、弱ひげでございますはい、まあなんであれは桃源突火気にしておきたいけど、まあまあまだブースト来ないんで、うん、あー俺かいと。はい、まあちょっとおでんだけ落としておきたい。はい、まあただちょっと、あ、オッケーオッケーオッケー、ナイス。はい、まあなんでとりあえずまあちょっとね、まあフランキーいるんでね、まあ黒ひげガンガンいってほしいとか、あーっと、あー、ここで食らっていく。あー、でもちょっとやばいなこれ。はいね、あー、そこはオッケーポーン。はい、ということであざます。あ、肉取れず。はい、ということで悲しみと。はい、でラジオナイフだけ気をつけて、はい、それは避けれると。はい、で振り返りざま全然今のいけると思ったな、今のいけると思ったっす。はい、まああと一発、オッケー。はい、でゴソップ前に来てくれた。よし、これで4ドリと。はいはいはい、かなり好調なスタートと。
はい、あフランキーいいよ、ここのゲージは俺が貯めましょう。はい、ということで死んだら、来てください。はい、でまあちょっとここね、まあこれはもう最悪ここ、あおーっと今の俺だったのか。はい、ということでまあちょっとあオッケー、はいと、あまあやりきれずと、はい、まあなんでちょっとこれワンチャンちょっと後方支援、期待しておきたい。はい、ちょっとこれはピンチ、はいピンチ、はいピンチです、はいピンチ、あごめんなさい頭を任しました。はい、まあということでさあ、初期旗が取られていく、ただ真ん中大丈夫、あ真ん中も危ない、あこれはラジオナイフのポン、はい OK でこれやれるっすね、もうすぐ、OK のありがとう、よしこれで取って、あと真ん中っすね、はい、ということで、まあ、これ、はい、あ、届かん。はい、ということで、これで、あ、フランキーがナイス活躍ですね。あ、もう、真ん中、ありがたい。はい、ということで、ゲッチュとは、はい、ということで、ラジライフ。ということで、ナイス勝利。はい、それでは、2戦目、寄っていきたいと思います。ということで、はい、声が、すげえカルトやるっていうことで、ちょっとかなりエグい。はい、まあなんで、まあそのね、黒ひげのエグさとともに、伝えていけたらなというふうに思います。はい、ということで頑張っていきましょうということで、はい、まあちょっと怖いのはね、俺の喉の声と、鬼道ぐらいですね。はい、まあなんで、まあどちらもちょっと突っ込まれてきたらちょっと怖いっすね。はい、まあなんで、ちょっと前線、ロシアに頑張ってほしいところでござそろと。はい、いうことで、はい、まあ前線の黒ひげでかなり暴れてますね。はい、まあなんで、まあちょっとここは、まあもう待機するしかねえ。はい、まあなんで、クローズでちょっと引っ張ってあげようと思ったら、お亡くなりになってました。はい、まあということで、まあちょっと怖いのが、いや、ちょっとラジ、怖いっすね。メス、ラジオナイフ。ラジオナイフはめちゃめちゃ怖い。メスは全然怖くない。はい、ということで、とりあえず、回復不能になったんで、ちょっと変わってあげましょうか。はい、ということで、はい、このバトンタッチ。はい、これが最高に気持ちいいポン。はい。はい、で、あおいやー、あいつは何しとんねん。あいつは何しとんねん。端っこの方でなんか。ちょっとあんまり笑かせんで、ちょっと待って、伸びて。はい、まあ、ということで、いや、これで4つ目ゲットできるっすね。はい、ということで、あー、ちょっとガープがなんか、バグってる。バグってるっていう、あー、ちょっと待って、どこ行くの、どこ行くの、ガープ、あー、ちょ待って。今のもよくわからん。はい、ということで、ちょっと、ちょっと一回下がろう、俺。あと、オニールフィ、やばいね、これ。前線かなりえぐい。はい、ということで、ちょっとごめん、ごめん、肉取ってもたら、申し訳ない。喉の声と、バウンティのこの今の状況は、リンクしております。ちょっと、喋ってて、マジで、気持ち悪いですね。はい、ということで、4つ目なんか、ゲットできました。はい、ということで、はい、まあ頑張っていきましょう。何も頑張ってね。はい、まあということで、ちょっと前線の黒ひげがかなり頑張ってくれて、まあロシアの方もね、ちょっと頑張ってくれてるんで、まあ後ろの方をだいぶ、警戒していきたいかなというふうに。はい、ということで、敵部入ってきましたけども、ポーン言うて、OK と。はい、そこでまとめて、スクローズカットダブルキル。OK、ナイス。はい、ということで、もうこれはもう圧勝ですから。はい、まあ、ということで、これで終わりになってしまう可能性もあるんですけども、チームが出てきた。はい、ということで、突っ込みたいけどスキルなんもないから、とりあえずなんもできん。はい、ということで、はい、とりあえず大丈夫でしょう。はい、まあ、ということで、まあね、ちょっと黒ひげのね、凄さはね、一番の人が伝えてくれたと思うんで、はい、良きかなということで、2戦目も終了、ナイス。はい、それではラストをやっていきましょうということで、今回はロジャーオで VS、 まあちょっとルフィローもいるんでね、まあちょっと回復不能、ちょっと黒ひげ食らってしまうと結構かなり痛いんで、まあちょっとそこ気をつけたいね。はい、学んで、とりあえず OK と。はい、で、ドゾロも一緒にいてくれる、それは、めちゃめちゃありがたいけど、はい、まあ、オーマイガッシュ。はい、学んで、まあちょっとね、おでんが、よいしょと。はい、OK。はい、これで OK ですね。
はい、ということでまずはおでんやっていく。はい、学んでここ一回ちょっとキッドとバトンタッチ。あ、ナイスナイス、うっとばしで、これで自陣できたと。はい、ということでキッド強し。はい、頑張ってくれ。うん、まあでキッドが倒れたらちょっと前線上げていきたいかなというふうに思います。そのまでは裏取り、注意という感じですね。はい、で打ってたらキッドがもう秒で死にました。もうちょっといけると思ったんですか。はい、学んで、ここはちょっときついんですけど、ちょルフィのラジオナイフ、はい、それだけちょっと警戒っすね。はい、学んで、ちょっとこれはね、きついな。はい、学んで、ちょっとここは使っておきましょう。はい、食らってしまった。ラジオナイフを食らってしまうとこうなってしまいます。はい、なんでちょっとね、鬼ローの方で一回頑張って黒いラスト頑張っていきたいかなというふうに思います。はい、学んで、とりあえずこれ真ん中やばいんか。オーケーと、はい、気持ちよすぎる。うん、これでもきっともう OK と。うん、でラジオ OK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 、 もう十分仕事したから。うん、であとはもうちょっと、前線、任せましょう。はい、学んで、ラストね、多分これはさすがに生き残れると思うんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、うん、まあやっぱりね、おでんタイマーはちょっとね、きつい部分もあるんですけど、はい、まあそこは味方と共に頑張っていく。で、ここはちょっとある程度、よいしょ、頑張れ、ドゾロ。うん、オッケー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 、桃源とつかと、よーっと、お、ナイス、ソップ。はい、あ、これはもう俺が見ましょう。はい、はい、オッケーと、ゴキブリホイホイみたいな感じですね。はい、学んで、まあ、黒ひげの、ね、生命力もゴキブリということで、まあ、なかなかいい、スキルなんじゃないかなというふうに思います。はい、これですね、おでんのやっぱり無敵。はい、あ、それはちょっと旗握られたくない。あー、オッケー、あー、まあ大丈夫か。うん、まあということでこれも大丈夫そうっすね。はい、学んで、ウソップいて、裏のおでんはもう裏に任せましょう。はい、ということで、もうやっぱり黒ひげ未だに健在と。はい、まあということで、もうこれはもうまああとはな、あ、これだけ打ちたいんだよね、やっぱり。はい、ということで、ナイス完璧聞いて終了と。はい、ナイスでした。はい、ということでですね、参戦終了でございます。敵を味方さんもありがとうございました。はい、ということで今回がね、マーシャル DT1 の復刻ということで、まあこちらのキャラはね、俺はね、必ずしもゲットしておいてほしいキャラクターになっていますので、皆さんね、最高の引きをまあね、出して、ぜひとマーシャル DT1、黒ひげゲットしてみてください。はい、ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。